カトリは海上自衛隊の練習艦。官米はカトリ神宮に由来し、旧海軍の戦艦、カトリ、練習艦、カトリに続き、日本の艦艇としては三代目。海上自衛隊は1957年以降、海上自衛隊幹部候補生学校卒業後の初任幹部の実習訓練として、内地巡航と遠洋練習航海を実施していた。この実習訓練には、 毎年4から5隻の護衛艦がその任に当てられていたが、第1戦の護衛艦が数ヶ月間も遠洋航海に使用されることは、連土保持上も問題であった上、護衛艦では教育用施設や居住施設が十分ではなかった。そこで建造されたのが専用練習艦、カトリである。カトリは、長都にわたる訓練航海に対応できうるような配慮がなされており、 実習員のための居住区や教育設備は艦の後部付近にまとめられ固有乗組員の区画と切り離されている。煙突後部の大型乾板室には実習行動や実習員の居住区画、食堂が配置された。後部乾板はヘリコプター乾板であるが実習員の体育訓練や様々なレセプションに使用できるようになっていた。各戦闘区画や実習に用いる 艦内区画は実習員の教育訓練が行えるように通常の護衛艦に比して広いスペースが確保されている。主機艦は蒸気タービンであるが、通常のタービン推進艦艇のように艦室と機械室を分離させることなく同一区画内に配置し、実習員が主機の運転状況を実習できるように配慮された。並走は十八式五十口径三インチ。 連装速射砲や71式ボフォースロケットランチャー、68式3連装単魚雷発射艦など、計画当時の護衛艦が搭載していた、代表的兵装が装備されていた。練習監督有の装備として、取り外し式の霊砲2門を装備していた。対空レーダーは、護衛艦、若葉より撤去したものを流用している。戦型は、艦首部に、シアーのついた、 朝鮮首脳戦形で海外を訪問する機会の多い練習艦ゆえに、カトリは重厚なイメージを持つシルエットとなっている。また、特別公室、司令官公室などが館内に設けられ、カトリを訪問する外国の要人に対応できるようになっていた。特に、特別公室は各国の原種クラスの来訪に備え、室内には地域材が使用されていた。カトリは、 第二次防衛力整備計画に基づく昭和41年度、計画練習艦3501号艦として、石川島張馬重工業東京工場で1967年12月8日に寄港され、1968年11月19日に浸水、1969年9月10日に収益し、練習艦隊に直轄艦として編入され、帰艦となった。 低傾向は横須賀。1970年から1993年まで24回の遠洋練習公海に参加。この間の延べ訪問国数は209カ国。皇帝71万8772回り、育て上げた実習幹部は3537名という記録を残した。護衛艦の主兵装が、放来からミサイルに移り変わり。 主機関も蒸気タービンからガスタービンエンジンに移行すると、カトリの設備では対応しきれず、老朽化の進行も相まって、後継艦が建造されることになったが、後継艦、カシマの竣工が1年遅れたこともあり、同艦の収益を待たずに、遠洋航海の任意より退くことになった。1995年1月26日、練習艦隊第一練習隊に編入され、 低傾向が悪れに転籍。その後は、もっぱら、日本近海での練習航海に従事し、1994年には、慣例25年にして、初めて海上自衛隊の艦艦式に参列することができた。1998年3月20日、除籍。28年半に及ぶ、生涯の航海総工艇は988,936回りで、 実に地球と月の間をに往復反する距離に相当し、遠洋航海に24回参加、209カ国307港に寄港した。その後、スクラップとして売却され、江田島で解体された。海上幕僚幹部では、海上自衛隊最初の練習艦の名前を、か、鳥と命名することで準備していたが、 当時の増田ダコなら防衛庁長官から昔から鹿島・香カトリの順序がある。それに鹿島たちといって遠洋公開には演技が良いか取りとせずに鹿島と命名すべきだとの意見があった。関係者はカトリの初代は英国製ですが二代目は練習専用に作られた国産艦でした。初代二代目とも二番艦が鹿島で 計画中の練習官も2席目は、当然、鹿島と命名されますと取り成したものの、納得されなかった。海爆内でも、カトリ、菓子館と、陰口が出ていますから神社名にこだわらず、日露戦争以来終戦まで生き残って働いた、四季島を襲名してはと提案されたものの、どうしても鹿島が良いと、主張が変わらなかったので、海上幕僚長の説得を願うこととなった。そして、 初代、カトリは、天皇陛下が皇太子時代に法皇された時のご情官で、今でもカトリの名を懐かしく記憶しているとの話を聞いた、増田長官は、即座にその意を了解、か、トリと決裁された。自衛官の命名、世界の感染2007年9月号第679号、解任者、2007年9月、105ページ、ありがとうございます。